水押し俊恵君。自由民主党の水尾俊恵でございますえ。今日は平成24年度予算の移植審査でございますから、私は主に科学技術関連の質問をさせていただきたい、このように思います。2年前ですけれども、2010年ですが、根岸栄一パティウ大学の特待教授、そして鈴木昭北海道大学名誉教授の二2人が、 ノーベル科学賞を受賞されて我が国の研究水準の高さを世界に示すとともにお二人の受賞は国民にとって誇りと国民にととりりまして誇りと励みになったと私は思っていますでまた大臣は初心の中で科学技術イノベーションの振興を骨格戦力として強力に推進していくんだとこう述べておられますつきましては大臣文部科学省として科学技術の振興について どのように取り組んでいかれるのか、まず大臣の主権をお伺いします平野文部科学大臣。あの議員ご指摘のように、えー、我が国のやっぱり一番大事なことは、えー、将来のやっぱり、飯の種と、私、飯の種って表現が悪いと言われたんで、礎と言っておりますけれども、えー、そういうことが今、あの非常に大事であるそういうい意味で 科学技術というのがその大きな礎になるんだとこういう考え方に、えー、立ってございます特に、えー、我が国は、えー、東日本の大震災さらにはこれからの少子化少子高齢化、えー、国際金融における不安定化など過去に、うん、経験したことのない、えー、困難に今現在直面をしているというこういう現実の認識に立ってその難題に対してやっぱり日本を再生をする そういう観点から成長の種である科学技術イノベーションを強く進めていかなければならないと、かように考えているところでございます。そういう意味におきまして、十四年度の予算案におきましても、科学技術による震災からの復興と、将来にわたる持続的な成長の実現を大きな柱にしているところでございます。そういうい意味におきまして私は今委員から ノーベル賞とこういうお話ございましたが私は研究開発を担う人材のやっぱり育成という観点が非常に大事であろうとこういう観点で若手の研究者がやっぱり活躍できる研究環境を一つは整備をするもう一つは人材の裾野を広げていきたいとこういう思いのもとにそういう中でトップをいかに伸ばしていくかとこういうことで全国の 自然科学分野を対象とする大学の学部段階に、えー、おきます自主的研究を発表し競い、競い合うということで、サイエンスインカレを実は、えー、開催をいたしております、大学の学部の皆さんに対して。またつい先日、先ほど朝、鈴木幹先生からもございましたが、全国の科学好きというんでしょうか、そういう高校生が競い合う。えー 科学のその講師園ということを開催をし、よりそのを広げていきたいと、こういうふうに思いまして、研究開発に合う人材を体系的に育成をし、次の日本を担ってもらう人材に育てていきたいと、こういう思いで、えー、ございます。で、加えまして、あ、えー、の大きな、えー、プロジェクトとして、具体的には、えー、グリーン並びにライフイノベーション、この分野を中心的に、 伸ばししてていいきたいと考えておりますし、えー、基礎研究の進行、さらにはスーパーコンピューター等々の研究基盤の整備と、こういうことを一つの具体的な環境整備として進めていくことによって、人材、具体的な、えー、基礎研究、さらには将来に向かっての飯の種を醸成をしていきたいと、こういうふうに思っております。君 あの大臣のお考え、述べていただきましたあの資源のない我が国でありますから国際社会の中で競争したりあるいはその先進国と肩を並べていくさら、まあ、に国際社会をリードしていくためにもこの科学技術の振興をしっかりやっていただきたいとこのように思いますそしてあの大臣も述べておられましたが昨年の3月11日あの大震災からの復興のためにはあのイノベーションや新産業の創出はもちろんのことですけれども 人類のフロンティアの開拓など、科学技術でも極めて幅広い課題への対応が必要ではないかなと思っています。でそして、これらの研究開発のためには、産学官の研究者が共同で使える研究基盤施設をより強化していく必要があるんじゃないかなと思います。で、先ほど触れましたけれども、我が国にはスーパーコンピューター、K をはじめ、まあ、様々な研究を支える 世界に誇る最先端技術が施設がございますで今月初め確か3月7日だと思いましたけれどもエクスン自由電子レーザー,あーサクラの使用が開始されたと聞いておりますでスーパーコンピューターについては民主党さんや国会でも事業仕分けがされましたけれども予算の縮減の議論ばかりが先行してそもそもの意義が 十分国民に伝わっていない,んだいないんじゃないかなと私は思いますそこでお聞きしますけれども我が国の科学実施においてスーパーコンピューターを開発する意義これについてお聞かせください上本大臣専務官、えー、水口先生から、えー、スパコンの、えー、我が国が開発する意義についてお尋ねがございました、えー、私もあの一国民としてこのスパコンがどういう あの、役割を果たすのか、どういう意義があるのかということを正直言いまして、あの、よくわからないところがございましたけれども、昨年、専務課になりまして、え実際に、えー、見にあの視察、視察に行ってまいりました、まああの。このスーパーコンピューターによるシミュレーションというのは、えー、科学技術の理論や、えー、実験と並ぶ 科学技術の第三の手法であって、えー、この優劣が最先端の科学技術の成果や、えー、産業競争力に直結をするものであるということも、えー、学ばせていただきました。で、そのために最先端の 研究基盤としてスパコン k を中核とし、多様なユーザーニーズに応えるえ革新的ハイパフォーマンスコンピューティングインフラ、HPCI といいますが、を構築するとと,ともに、えー、この利用をあの推進をして、成果創出と社会への還元を目指すこととしております。で、今年の9月に、えー、共同開始に向けて、今、構築が進んでいるところであります。でこの、 HPCI を用いたシミュレーションによってどのようなことが可能になるのかということもお話を聞かせていただいてきたんですけれども例えば地震、津波の被害予測を短い時間でできるそれを通じて防災や減災の対策に役に立つあるいは心臓全体を再現することによる心臓病の予測治療法の向上等にも役に立つ。 また、タンパク質の構造解析による新しい治療薬の開発など、あの幅幅広い分野でえ国民生活社会に還元できる貢献できることが期待されるということでございます。で、軽いの開発によって、えー、また低消費電力半導体技術の獲得など、今後も。 えー、我が国において、継続的にスパコンをかつ開発していくための技術力の維持、強化を図ることができて、産業競争力の強化の観点からも極めて重要であるということでございます水越敏恵君あの。スパコンの開発ですね、えー、今後も激しい競争が続くと思います。で事業仕分けででで効果ばかりを議論してですね化学技術政策がらぐようでは まあ、世界に足元を見られてしまうし、まあ、研究者や技術ノウハウの海外流出を招いてしまう恐れがあるわけですで、えー、先ほど申し上げましたあ3月7日から運転が開始されたサクラも同様だと思います、えー、しかしながら国民にはその意義が理解されておりませんで我が国の科学技術においてサクラの開発をした意義これについてもお,お伺いします本大臣政務官 今ほどのスパコンと合わせてこの桜についても、えー、水内議員がちょうど政務官のときに、えー、両方とも、えー、第3期の科学技術基本計画の中で、国家機関技術の つ、えー、つとととししててても位置づけらられれ、えー、開発が進められたという,ふうに承知しております、えー、この X 線自由電子レーザー施設、さくらではございますが、これも今年の2月に供用開始に向けての記念式典ということで、えー、実際に視察をさせていただきましたが、えー、これは、えー、極めて明るい X 線レーザーを用いて、えー、原子の世界をくっきりとあのストロボ写真のように映し出す。 という、世界最高性能の研究基盤施設でございます。で、桜を使えば、えー、これまで見ることのできなかった、えー、化学反応の際の超高速変化や、タンパク質の構造などを、えー、原子… レベルで解明することができるようになって、新素材や新たな治療薬の開発などさまざまな領域で革新的な研究成果が生まれることが期待されております。先ほどのスパコンと同じようにこの桜においても競争力の国際的な競争力の強化、それから安全安心豊かな国民生活の実現に極めて有重要な意義を有する研究基盤施設であるというふうに。 思っております委員長水、はい、君あの政務官、今、お答えいただきましたけれども、確かにあのこれ、私は政務官のときから始まったと思っておりますが、このサクラ、あんま X 線自由電子レーザーといっても、ピンとこないんですね、で私はあの端的に言って、サクラっていうのは、まあ、超高性能な顕微鏡だと、こう理解しておりますけれども、これは通告してませんが、それでよろしいですか。上本政務官 私も今あの、ご答弁申し上げたようなことを、えー、人に言っても、ですねなかなか理解してもらえなくて、どういう言葉で表せばいいのかと思っていたんですけれども、水内議員おっしゃるように、まさにあのスーパー顕微鏡というふうにあの申し上げたらいいんではないかと思います委員長水内教え君、まああの。そういうご説明いただきますと、ですねやっぱり国民の皆さんもご理解いただけるんじゃないかなと思いますし、えー、そしてそれがですねい、えー、医療や、進むかおっしゃったように、創薬に極めて 有用だということで私も理解しておりますしたがいましてこれらの世界最先端のこの研究施設の運用には一定の経費がかかることもこれはやむを得ないと思っていますそこでお伺いしますけれどもスパコンやサクラなどの研究基盤施設については世界と競争して勝つためにも十分にそれを運用して最大限の成果を上げる必要があると思いますでこれらのの施設の整備運用 これれについいてて十分阻止ささおおりますかお答えください上本政務官、はいえー。議員ご指摘のように、えー、グリーンイノベーション、ライフイノベーション等の重要な課題達成に、えー、これを貢献できるということで、えー、24年度予算案におきましては、スパコン経を中核に、HPCI、えー、HP 革新的ハイパフォーマンスコンピューティングインフラを構築するための経費として199億円、X 線自由電子レーザー施設、さくらについては、幅広い共用、戦略的な利用を推進するとともに、経イとの連携に必要な情報基盤の整備のための経費として75億円。 を計上していいるところでございます、えー、我が国の研究基盤の充実強化に、えー、必要な経費として24年度予算案に計上しているところでございます水越俊恵君ありがとうございました、あのこういう研究は非常に地味ですけれども、このようなの日本の科学技術の底上げを図るようなやっぱり基盤とか施設の運用についてもです、ね、十分留意して、えー、いただきたいと思うわけです。 しっかりとどうぞこれからも運用していただきますように要望しておきます、まあ、次にあの海洋研究,研究についてお伺いをいたします、えー、海洋は地球面積の70%を占めておりますでしかも未知の世界が多いわけですねでそうした中で我が国のお我が国は四方を海に囲まれておりまして、まあ、の国土面積では非常に小さな国ですけれども排他的経済水域面積 いわゆる EEZ では世界第6位なんですねでそしてこの EEZ 圏内には多くの希少金属やあるいはそのエネルギー資源などがあると言われておりますしたがって海洋資源の開発が我が国を資源大国に変えるこういう可能性があるわけでありまして私は非常に期待しておりますこの開発をですねでそこで伺いますけれども 海洋資源探査のための研究開発の現状について教えていただければと思います。奥村副大臣、えー、水道地域には、えー、政務官時代から、えー、いろいろと科学技術つきまして、えー、ご指導いただいておりますお。お礼を申し上げたいと思います。まあ今おっしゃいましたように、えー、世界の中でまあ第6位というハイテー。 水のの中での経済水域の中での一応占めているわけでございます。まあ、それだけに、えー、現在話題になっております、レアメタルのこともございますし、まあ、そういうものをしっかりと、えー、探査していかなければならないというように思っているところでございます。えー、海洋基本計画やあるいはままた、えー、成長戦略におきましても この海洋資源開発の重要性が今、お話のとおり、指摘をもされているところでございます、そういうことからいたしまして、海洋資源の分布や量がちょっと明らかになっておらないというのは、今、ご指摘をいただいたようなことも含めてでございますが、これも問題につきまして、近々の課題でもございますので、無人探査機、 あるいはまた、センサーなどを開発をしていきたいというように思っているところでございます。海洋資源の規模や、あるいは存在、場所を決める条件を明らかにするための調査、研究をしっかりと進めていきたいというように思っているところでございます。関係省庁との連携も取りながら、推し進めていきたいと思っておりますので、またご指導よろしくお願いをいたしたいと思います。 水俊君申し上げたようにです、ね、我が国は資源がない国でありますから、まあ、海洋資源の開発、これも急がないかはいけないかと思っておりますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。で一方、あの先の大震災、東日本大震災も、まあ、震源は海底下のプレートが大きく動いたことによると、こういうふうに分析をされております。まあ、そうしたことからです、ねまあ、地球の深くまでで発作できる 地球深部探査船、地球がございますけれども、この地球をフル活用するなどして、巨大地震発生のメカニズムの解明を早急に、えー、進める必要があると私は思っています、まあ、そこで伺いますけれども、地球をはじめとした地震発生のメカニズム解明に向けた研究が必要と思いますけれども、対応はどうか、今どうなっているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。村副大臣 ご指摘のように、えー、一年を経ちました東日本大震災、今もまた余震が続いているところでございます。えー、地震調査研究推進本部におきましては、えー、地震の減少、あるいはその解明にしっかりと研究をいたしているところでございますが、えー、特にその成果を防災、あるいは防災、えー、減災対策に結びつけると、 総合的にいいいいいろろろとと推進をいたしているところでございますま今、お話のように、特に開墾型のまあ地震、そして、えー、津波予測の、こうしたものの高精度に進めていかなければなりませんので、ここをしっかり掲げて、えー、やっているところでございます。 ええー、お話のように、えー、プレート協会の挙動の解析等も必要になっても参りますし、そしてまた、えー、プレート協会面からの地質資料の採集、分析、そして、えー、掘削工に計量機を設置をいたしまして、 えー、時刻変動のデータの直接計測も行って、えー、いるところでございます。まあ、地球の、地球号のおフル活用をし,しながら、えー、進めておりますし、えー、4月から2か月間、えー、東日本の東北の方で、えー、探査を進めたいと、研究をやりたいというように思っているところでございます。えー、平成19年度から、あ 約今後まあ30年以内にいい、まあ、60%から70%と言われております、えー、東南海地震の震源域でもある紀伊、まあ、半島でいろいろと調査を開始をしてまいりました、まあ、24年度今申し上げたようなことでしっかりと、えー、この地球を有効に利用して、えー、地震発生の目 ニズムの解明に向けた研究を着実に推し進めていきたいという思っているところでございま溝端敏恵君。ありがとうございました、今あの、奥村副大臣にお答えいただいたようなことをです、ね、実は昨日のですの、ね、NHK のニュースでやっていたんです、まあ、非常にこれあの、いいことだなと思ってです、ね、これで国民の多くの皆さんも知っていただいてありがたいなと思ったんですが、ちょっとご披露申し上げますとね。 東日本大震災の揺れや津波が起きたメカニズムを解明するため海底の断層が50メートルずれた三重県牡鹿半島の沖合およそ220キロの海域で、えー、探査船地球を使って来月1日から海底の地層を調査することになりました、えー、調査では水深7キロ7000メートルですねの海底からさらに1キロ、えー、1000メートルの地点の断層まで掘り進み 岩石を採取して地層,地層がどのようにずれたか調べるほか付近の地層の温度も測り断層がずれた時のエネルギーの大きさを推定するということですで海洋研究開発機構によりますと海面から8キロ下の地点まで掘削し地層のサンプルを採取したり温度を測ったりするのは世界で初めての試みだということですと、まあ、こういうことがです、ね、ニュースで流れているんですね、まあ、非常にこれあのいいニュースを流してくれたなと思ってです、ね、私はう、ね、れしかったんですけれども あの福田氏お話のようにです、ね、南海トラフ沖とか、あるいはその三陸沖における発作を通じて、すね、から海溝型地震、それに伴うその巨大津波の発生メカニズムが、これが解明できればです、ね、おっしゃるようにその防災・減災に貢献できると思うわけですね、ぜひともこの推進にです、ね、しっかりと取り組んで、また努力をしていただきたいなと、このように要望させていただきます。 まあ、そしてあの海溝型の地震・津波を即時に、えー、探知できる海洋における地震・津波観測網の整備に190億円の予算が計上されております、まあ、さっきの巨大地震も海溝で発生しておりましてこれこそ,その早急に整備する必要があると思いますけれども現状はどうなっているのかあ教えてください奥村副大臣 ありがとうございます、えー。やはり国民の皆さんに理解がいただけるように、先ほど委員がおっしゃいましたように、そうした報道もしていただいて、ご理解いただけるように、われわれも努力をしてまいりたいと思います、えー。今お話のように、南海トラフトの話でございますが、えー、地震津波観測監視システムのードゥーネットということを整備をしているところでございます。えー、本… システムにつきましては、昨年の8月に東南海地震の想定震源域への整備を完了いたしたところでございます。現在、南海地震の想定震源域におきまして、整備を行ってもおるところでございます。この平成24年度にに予算案におきましては 本システムの整備スケジュールを5年程度ですね、前倒しをさせていただいて、そして平成27年度にこのシステムを完成をさせていきたいと思って予算を計上させていただいておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。また、東北地方の太平洋沖におきましては、今申し上げましたように、吉井が引 続いて引き続いて発生をしておりますので、平成23年度の第三次補正から同意区域におきまして、広域かつ、中密に整備ができる地震計、水圧計が一体となったケーブル式の観測網整備もいたしているところでございます。その本格運用を目指しまして、 えー、今、おおせのとおり、190億経常関連計をさせていただいたところでございます、えー、海底、えー、観測網の整備を、誓いなく進めることによりまして、えー、地震、津波による被害の軽減にしっかりと貢献をしてまいりたいと思っているところでございます<慮>水越敏恵君まあの。陸上にはですね あのこの観測施設がいっぱいあるわけですねところがこの海域観測網というのは極めて少ないわけでございましてしかしながらこの海溝型の地震がですね、まあ、あの南海トラフとかあるいは暴走沖とかですね、まあ、いろいろこれからこの海溝型の地震が起きるということも予測されておりまして、まあ、可能性も少なくないわけでありますしたがってこの海域の観測網ですね 予算は190億円につきましたけれども、これもしっかりとです、ね、これから整備していかないといけないなと思います、それによって、いち早くです、ね、そのどこで地震が起きて、どのような津波が来るかということが観測できるわけですから、これしっかりとです、ね、これから整備してい,ていただきたいなと、このように思いますでそしてあの、さっきの大震災では、まあ、岩手県、宮城県、福島県の漁場が、まあ、壊滅的な打撃を受けたわけであります。まあ、大臣は初心の中で 東北マリンサイエンス拠点形成について言及しておられますけれども、えー、つまりこのマリンサイエンス、まあ、東北国の漁場を回復させるとともにその湾岸地域の産業や集落を復興させるための、まあ、調査研究、まあ、こういうことだと私理解しておりますけれども、まあ、つまり被災地の漁業の復旧ですね漁場の復旧復興に科学的なその知見を生かすということが 東くマリンサイエンスの拠点形成だと私はそんなふうに理解しているんですけれども、これ、重要課題の一つだと思うんですね、従いまして、あの東北マリンサイエンスの拠点の形成などです、ね、海洋研究を通じた被災地復興について、どういうふうに大臣、取り組んでいかれるのかですね、ちょっとお聞かせください。平野大臣、あのー、議員ご指摘のとおりやっぱり、あのりりや今回の 東日本大震災の、えー、復興と、こういうことで、えー、基本方針の中に、えー、改めて、えー、東北マリンサイエンスとこういう名前で、この名前書いてるけどよくわからんじゃないかと言われるかもわかりませんが、えー、拠点をお形成をして、えー、やっていこうと、こういう流れの中に2つの大きな、えー、目的、目標が、えー、実はございます。今1つはあらゆるう科学技術をやっぱり駆使して えー、そういう考え方に対応しようということで東北大学、東京大学、さらには海洋研究開発機構を中心にオールジャパンの研究者をそこに結集させるとこういう考え方のもとに2つの、えー、大きな目的をお持たせております。1つにには先先ほど先生言われた漁場非常に有料な漁業のところでございますから漁場をもう一度 復活をさせるために今一度、えー、海洋の生態系の調査研究をしっかりをした上でどういう需要が回復できるかとこういうことが一つ今一つは新たなやっぱり産業をそ,そこに創造するんだとこういうことで海藻等々を含めたそういう海底の資源を中心としながら新しいニュービジネスをどうやって創造していくんだとこの二つを、えー、軸にその拠点を 考えておりますのが東北マリンサイエンス拠点と、こういうことで実行してまいりたいと、ように考えています溝仁志江君あの。大臣あの、大変恐縮ですがその、これも通告してないんですけれども、今、いろいろ説明いただきましたがその、東北マリンサイエンス拠点、ひと言で言ってですねあの、分かりやすく国民の皆さん言うには、どんなもんなんでしょうか、ちょっと <laughs> 通告していませんが <laughs>。平野大臣 <laughs> まああのー、平たく言えばですよ、あのエリアの、えー、漁場ありますよね、漁場を復活再生させるんだと、まあこういうことで、そのための方法として、科学技術をフルに使って、そういうことを調査、研究をしていくんだと、こういうことだと思います。水戸君ああありがとうございましたあのの本当にあのこれ、えー しっかりとそのこ取り組んでいってです、ねえー、被災地の地元の方々、特に沿岸部の皆さん方、いつ本当に元の仕事に戻れるのかと、あもうがれきだとかです、ね、いろんなものがそのたまっていてです、ね、行場が復活しない、こういうことを心配しているわけですから、こうした科学的な知見からです、ね、これを復旧、復興していくということが大事だと思いますので、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいなと、このように思います。 であの海洋資源の方向だけではなくてです、ね、したがって震災復興の鍵ともなります、無限の可能性を秘めていると思います、海洋の研究開発もしっかりとやっていただきたい、このように要望しておきたいと思いますで、話変わりますけれども、先月、党委員会は岐阜県の神尾幹部を訪問させていただきました、そして世界最先端の研究現場で活躍される研究者の方々に応援をしました。 あの昨今はイノベーションの重要性が強調されておりますけれども、このような基礎研究も人類全体の知的資産の創造に寄与する素晴らしい研究であるということも私たちは勉強させていただきました。しかしながら、その一般国民はその意義が理解されておりませんよくわからないんですね。従いまして、我が国におけるその基礎研究の意義について、どのように考えておられるのか、またこの 政策の現状はどういうふうになっているのか、ちょっと教えてください文部科学省、吉田研究振興局長、えー、まずう、基礎研究の意義についてでございますけれども、えー、基礎研究とは、人類の新たな知の資産を創出し、世界共通の課題を克服する鍵となる。 という点がま,ずございま,すまた、併せまして、イノベーションによる新たな産業の創出や、安全で豊かな国民生活を実現していくための基盤をなすものとも捉えられるかと思います。まあ、こういったあの基礎研究の重要性につきましては、昨年閣議決定されました第4期の科学技術基本計画におきましても、独創的で多様な基礎研究と、 世界トップレベルの基礎研究の強化とこういう方向性が示されたところでございます。こういった基礎研究の進行のために文部科学省におきましてはまずすべての分野にわたりまして研究者の自由な発想に基づく研究を支援する科学研究費助成事業いわゆる科研費さらに社会的・経済的ニーズを踏まえたイノベーションにつながる課題達成型基礎研究を実施する 戦略的創造研究推進事業、また大学等への集中的な支援によりまして、優れた研究環境と高い研究水準を誇る目に見える拠点の構築を目指します、世界トップレベル研究拠点プログラム、またさらに先,あの先般あのご視察をいただきました、スーパーカミオカンデなどの世界の学術研究フロンティアを先導する大学等の大規模プロジェクトを促進する、 大規模学術フロンティア促進事業といった事業を展開をしているところでございますなおこのスーパーカミオカンデの前身でございますカミオカンデこれにつきましてはここでの,その研究成果が小柴先生のノベル物理学賞の受賞につながったということはよく知られたところでございますただ先生ご指摘のようにその基礎研究というのは必ずしもその短期間のうちに成果が目に見える形で現れてくるとは限らない といいった特性がございますその成果などにつきまして、国民と研究者が直接触れ合う機会、例えばシンポジウムですとか、まあ、そういった機会を設けたり、あるいはその研究成果につきまして、成果集を発行をするなど、まあ、そういったさまざまな取り組みを通じまして、広く国民各層に発信をし、国民の広範な理解を得られるように努めてまいりたいと考えております<上>水越俊恵君。 ありがとうございました。あの先ほど、今あの、言葉に出ましたけれども、科研費ですねであの、研究者の負担軽減を図ったり、あるいは研究者が自由な発想に基づいて研究ができる、まあ、基礎研究等の資金を援助するために、まああの、科学研究費助成事業ですね、いわゆる科研費がありますけれども、この科研費のですね、その、意義、これについても、あの ご指摘の科研費はあの、人文社会科学から自然科学まで、あらゆる分野におきまして、研究者の自由な発想に基づく研究に対しまして、支援を行うというスキームでは、わ、まあ、が国唯一の競争的な資金でございます。 現在のところ、年間約7万件の研究課題に対しまして、助成を行っているところでございます。このすべての研究活動の基盤となる多様な学術研究を幅広く支えることによりまして、科学の発展やイノベーションの芽を育て、将来の学意の持続的な発展を図っていく上えで、大きな役割を果たしているというふうに考えております。この課金費ににつきましては平成23年度に 課研費の一部種目を基金化をいたしまして複数年度にわたって自由に研究費が使用できるようになったということになりました使い勝手がさらに向上し研究費の効率的な執行や研究成果の創出に大いに寄与することを期待しているわけでございます平成24年度の予算案におきましてもこの基金化の対象種目を拡大するとともに 助成額は対前年度103億円増の2307億円を予定しているところでございます引き続き制度の改善充実に努めまして科学技術の発展に貢献してまいるように努めてまいりたいと存じます水吉祥子君あの23年度の課金費総額2300とんで7億円と今おっしゃいましたそれでよろしいんですか吉田局長 あの二十四年度の予算での予定額でございます伊藤昌恵君委員長ありがとうございましたあの次世代を支える若手のですねこの支援等は非常に重要であると思いますあの他方、その家計費の不正使用がですね後を絶たないわけでございましてあ確か昨年 あの大阪大学で不正があったというふうに私も記憶しておりますけれども、まあ、このようにです、ね、公金、いわば税金が不適切に使用されるようではです、ね、研究開発に対する国民の,の理解は得られないんじゃないかなと、こう思うわけです。従いましてその、公的研究費の不正使用について、文科省、どのように、えー、対応しているのか、またこれからどうしようとしていくのかですね、その辺をお答えください。奥村副大臣 ご指摘をいただきましたように、確かに、えー、研究員の補正使用があ頻繁に今まで行われてきたところであります、これは、まあ、あの研究者の,あのモラルの問題だと思います、えー、そしてまた意識の問題でもあると思います、えー、特に組織的なチェックをしていかなければ、これはなかなか、えー、見つからないし、 いろいろと問題を醸し出すと思います。ちょうど、委員が政務官をお勤めのときに、平成19年の2月だったでしょうか。これのガイドラインを作りをいただきました。それをベースにいたしまして、現在、えー、各研究機関にその執行体制の整備等を要請もしておりますし、チェックをかけるようにやっております。ただですね、ずっとこうやりました、あの、繰越金ですね、 これのそのおやり方がですね、普通の一般の企業だとかそういうことと違いましてポール計算をしてみたりですね、いろいろまたその繰り越し企業あの。 うまく手続き的にやっていないと、そういうところが大きな私は問題ではないのかなということで、今、ご指摘いただきましたように、厳重にこの点につきましては、えー、私も指導してまいりたいというように思っておりますし、大臣からも、もうあまりそういうことがあってはならんぞということで、えー、ご指示もいただいておりますので、しっかりみんながその連携を取りながら、えー、チェックをかけていきたいというように思っているところでございます委員長水戸翔志君。 おっしゃるようにあの、やはり若手の研究者の,その支援ですね、そうすることによって、そのイノベーションもですねあの、できるわけでありますから、あ課金費というのはやっぱり必要なんですね、で必要でありますけれども、これがそのお税金が不適,不適切に使われるということになると、ですね、まあ、国は何をやっているんだというふうなあのこの批判も出てくるわけで、そのためにやっぱり課金費の不正使用、これはまあ、あ 本当にあの防止していかなくちゃいけないなと思います。で、あのー、申し上げたようにですね、えー、従いまして、課金費は、まあ、今年も増額になっていますけれども、基金貸してますけれども、私は理解でいきますけれどもね、国民の皆さんの理解を得るためには、繰り返しになりますけれども、やはりその防止をですね、不正使用のなくす取り組みが、これ大事でありますから、しっかりと取り組んでいっていただきたいなと思います。 あのいろいろ科学技術について質問させていただきましたけれども、あの私の質問項目もこれですべて終わりましたので、時間が少し余りましたが、これで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました